なんだか考えすぎて頭がしびれてきたような。ユイト、起きて、ワタルから連絡だよ。ああごめん、少し休むつもりが本格的に寝ちゃってたみたいだな。それでワタル、どうしたんだ。やはり俺たちが旧海抜軍病院へ侵入した件が問題になっているのか。はあ、いやいや、病院の件は吹雪連隊長がうまいこと処理してくれたから大丈夫。大した話じゃないかもなんだけどよ、船戸高速の穴のことを知らせとこうかと思って。そういえば船戸高速の空に妙なものができてたな。穴といえば穴だけど、あの後大変なことがいっぱいありすぎて忘れてた。あれ、何だったの？政府はあれをクナドゲートって名付けたらしいな。調査隊がいろいろ調べたみたいだけど、超局所的な重力異常ってこと以外何もわからないんだってよ。ただブラックホールと性質が似ているとかで、あの辺りは立ち入り禁止になってるんだと。クナドゲート、向こう側何も見えなくて不気味だった。まあ、あっちに行くことはないかもしれないけど、知らないよりは知ってた方がいいだろ。そうだな、教えてくれてありがとう。もしまた何か分かったら共有してくれ。お任せあれ。あ、そうだ、ユイト隊の次の任務だけど、今のところ待機ってことになってるからな。もう少しアジトにいて大丈夫そうだぜ。そうなの？じゃあまだしばらくはアジトでゆっくりしてよっか。ええ、そうしましょう。きっと吹雪さんの計らいでしょうから、甘えておくのがいいと思います。失礼、お邪魔するよ。吹雪連隊長、どうしてここが？僕が吹雪さんに伝えました。毎回セーフゾーンで話すよりアジトの方が安全だと思って。助かってやるか。監視は巻いてきたから少しの間なら大丈夫だ。監視がつけられているんですか？前に言っただろ、僕は政府の犬だからね。でも、もう犬のままでいる必要はなくなった。カレンがいなくなってしまったから。カレン元連隊長、どういうことですか？カレンはあの通りだから。政府に好かれるタイプの人種じゃなかったんだ。人格矯正や排除の対象として目をつけられていた。だから僕がカレンの代わりに海抜軍を政府の指示通りに動かす役目を請け負っていたんだよ。そのことをカレン連隊長は？知らないよ。カレンを政府の手から守るには僕がカレンの監視役として立ち回るしかなかったから。それにそんな話をカレンにしたら余計なことはするなと言われただろうしね。だから正直言うとちょっとホッとしているんだよ。これで僕も政府の言いなりにならずに済むって。青蘭市が反乱を起こした今なら政府の監視に隙ができる。僕はこの機を逃すつもりはない。この国の歪みをカレンとは別の手段で変えられるはずだ。別の手段？何をするつもりなんですか？この国は違法な人体実験による強引な超能力研究を進めている。理由は全くわからない。政府が完全に情報を統制しているからだ。マスコミすら政府の監視と圧力のもとにある。政府がなぜそんなことをしているのか把握してこの国を歪んだ体制から解放したい。カレンはそのために青蘭市と組んで国家に対する反乱を選んだ。
だが僕は政府機能の中心から崩すことが早道だと考えている。兄さんは外から、吹雪さんは中から、この国を変えようとしているんですね。ああ、だから情報を把握するために体制に従順なふりをする方がいい。都市コンピューターの荒はばきに近づければ政府が隠している情報を暴くことができるはずだ。それを俺にも手伝わせてもらえませんか。父さんが何をしてきたのか、それに兄さんが何を隠しているのか、俺も知りたい。ユイト、君はこの隊の隊長を命じられている。隊長は隊員に責任を持たないといけない。君が政府の隠す謎に触れようとすれば、隊員たちも無事では済まなくなるよ。わかっているのかい。だったら俺を隊長から外してください。それはできない。君は良くも悪くも注目されているから。カイト・スメラギ本部長の命令でもあるしね。ならば隊員である我々もユイト隊長と同じ意思を持てばいいのではないか。ゲンマ、どうせ俺は近いうちに海抜軍から離れることになる。もう年だからな。ならばその前に真実を暴きたい。なぜナオミがああなってしまったのか、それによってなぜナギが人格矯正を受けることになったのか。僕もゲンマに賛成します。この国が隠蔽する謎にユイトが挑むなら協力させてもらえませんか。僕もこの国の人体実験の被験者ですからね。え、それは一体。僕と兄のカレンは超能力の強化処置を受けているんです。強化処置、そんなことが。ユイトがタイから外れることができないのなら隊員を外せばいい。この件から外れたい隊員を別の部隊に編入させれば問題ありませんよね。わかった。そこまで言うならユイトにも協力してもらおう。だが隊の再編成には手続きが必要だ。だから今回は正当な出撃命令を出すことにしよう。セーラン市周辺の情報収集を頼む。水波川近辺に海抜軍の離脱兵が出没すると聞いている。セーランの反乱に同調した元隊員たちが何か行っているのかもしれない。その調査の間に花火やつぐみを別の隊に再編成するように動いておこう。それじゃ頼んだよ。ユイト、俺もオペレーターとしてタイに残る。俺はユイトやゲンマたちと同じ意見だ。このまま政府に好き放題やらせないためにも協力するからな。当たる。ありがとう。
よし、ここから先はセーラン側の海抜群が哨戒に出ている恐れがある。慎重に進もう。ユイト、アジトでの話だけど本気なの？吹雪連隊長を手伝うって話？そう、だってそれってカイトさんや亡くなったおじさまを疑うってことでしょ。私はこのタイに残る。え？つぐみ、ナオミ、かわいそうだった。もし政府が関わってるんだとしたら許せない。ストップ、前方から怪異が来るぞ。花火、次、話は後で聞く。今は怪異を片付けるぞ。うん、そうだね。任せろ。誤解、狙えるぞ。やったか。俺がやる。終わりだ。力を貸してくれ。やっ、外角にダメージを確認。このままぶっ壊せ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。いいぞ、敵は燃えてる。他に怪異はいないか？特に反応はない。うん、ユイト、大丈夫？ああ、今の戦闘では特に大きなダメージもなかったけど。何言ってるの？急に頭が痛いって立ち止まったから。え？待って、また記憶が飛んだんじゃないかな。さっきまで何を話していたか覚えていますか？花火が本当に吹雪連隊長のことを手伝うのか尋ねてきて、その後つぐみがこの隊に残るって。その先は？その先って怪異が現れて戦闘になったから何も話してないだろ。違うのか？ユイタ、ルカとゲンマの話覚えてないの？何を話したんだ？俺の老化が始まっているという話と、ルカが受けた実験のことだ。ごめん、何も覚えてない。本当にその話をしたのか？ユイト、俺も聞いてたから間違いない。ステータス上の異常は出てないけど、医者に言われた脳の疲労ってのが影響してるんじゃないか。超能力を使えばどうしても脳に負担がかかる。今は無理に戦闘をしない方がいいのかもしれない。そうはいかないよ、任務があるし。ユイト、本当に大丈夫？音がしゃ、トモゾーエ。何？あ、馬、本舗、デブルスハイラン。なんだ、言葉が、考えていることと言葉が一致しない。変化したけじ。頭部に異常な反応が見える。何が起きているんだ？言語障害です。おそらく脳に強い負荷がかかっているのでしょう。どうすればいいの？病院で処方された薬はありますが。しかしあのアンプルは怪しいぞ。
見た目は配置化軌道で拾ったアンプルと同じもの。みんな注意してくれ、カイがそっちに接近中だ。こんな時に。ユイトは休んでて、カイは私たちでどうにかするから。くそ、頭が痛い、割れそうだ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。まだだ。戦わなきゃ。ユイト、まさか超能力が使えないのか。立て直しましょう。ダメだ、超能力が全く使えない。このままじゃまともに戦うことすら。どうすればいいの？何か直す方法は。どうする？飲むか今。ユイト、迷ってる場合か。こんなところでカイにやられるわけにはいかないだろう。ユイト、あのアンプル剤を飲んだんですか？つぐみ、今見てる。頭部の異常反応がちょっとずつ消えてる。この薬すごい効き目だ。頭痛ももう収まってきた。ユイト、言葉もちゃんとわかる。どうだ、戦えそうか？ああ大丈夫だ、一気に片付ける。来い、カリミオ現場。力が使える。痛みも消えた。これならいける。まずいな。内角の損壊を確認した。畳みかけろ。各種ステータスに異常なし。どうだユイト、具合は？ああもうなんともない。心配かけちゃったけど、アンプルを飲んでよかったよ。正直あのままじゃどうにもならなかった。そうですね、副作用も特に出ていないようですし、問題のない薬だったと考えていいのでしょうか？まあ変な匂いがしてすごくまずかったけど。ねえ、このまま任務を続けるの？少しアジトで休んだ方がよくない？大丈夫だよ、超能力の調子も元通りだし、異常感じたらすぐに言うから。先へ進もう。了解。でも本当に無理しないでね、約束だよ。ああ分かったよ。
物資反応を見つけた。力を貸してくれ。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電してしまうと動けなくなるからな。行くぞ。精神統一だな。集中が必要ですね。いや、任せろ。ドライブ機能を開けてください。Hit!
ち、お互い欠かせない存在になってきましたね。上空の断絶の帯が濃くて、こちらからは捕捉ができない。もう少し情報をくれ。トラックだと思う。2台セイラー方面に移動してる。つぐみ、どうした？一瞬荷台の中が、でも多分見間違い。よし、近くの監視カメラから映像が撮れた。これは海抜軍の輸送車だな。敵？味方？現在水波川付近に出撃している海抜軍はユイト隊だけだ。じゃあセーラン側に着いた海抜軍ってことだね。あ、見つけた。誰か二人こっちに来る。あれは強化とかげろう。そうか、透明か。気をつけてくれ、こっちじゃ捕捉できない。みんな周囲を警戒だ。うん、そらよ、遅い。なぜ氷河でカゲロウが襲ってきたんでしょう。ユイトを狙ったのはカサネの独断だと思っていましたが、二人もカサネのようユイトを狙うと決意したのか、あるいは他に思うか。いずれにせよ注意してください。ドライブを使います。手加減に任せろ。ありがとう、やっぱり頼りになるな。カゲロウが透明化してもほらよ。私の投資なら捕捉できる。つぐみちゃんの超能力と相性最悪なんだよな。友達としては相性最悪なのに。本当にそう思ってるなら聞いて。私だって本当はこんなことしたくない。全部俺がやってあげるよ。すごく気持ちいいな。信頼していたモド隊長と敵対することになるとは。そうね、あなたは
けない。僕に任せてください。思ったよりも手強いわね。強化様、行こうぜ。やるべきことは済んだ。どうして強化とカゲロウがこの辺りの警備をしていたのか。輸送車と関係あるんじゃないでしょうか。彼らの動きは明らかに時間稼ぎでした。こっちでも二人の行方を追ってみる。鶴見、あいつらがどっちへ逃げたのかデータをくれ。ダメ、カゲロウと強化がたくさんいる。みんなバラバラの方へ逃げてる。強化の複製能力ですね。こちらを撹乱するつもりでしょう。ごめん、本物を見分けるのに時間がかかりそう。輸送車も見失った。悔しい。そうか、輸送車の行き先をつぐみから隠すための陽動作戦だったんだ。最後に見たとき輸送車はどこへ向かってた。多分セイラン方面。俺たちに追われたら困るってことは、ただの物資輸送ってわけじゃなさそうだ。何か情報をつかめるかもしれない。ちょっとだけ時間くれ。つぐみからの情報と合わせてこっちで当たりをつけてみる。ユイト、セイランの町とは別方面なんだが、ずっと引っかかる場所があるんだ。複製体はここだけ避けて散ってるようにも見える。確証はないが、どうも怪しいぜこいつは。ナイスだ渡れ。よし、まずはそこまで行ってみよう。なんだここは。誰もいないな。あ、輸送車が止まってるぞ。じゃあここで当たりだね。町から結構離れてるけど、セーランの施設なのかな。俺が検索できる範囲じゃここの情報は全くないんだ。まあだからこそ怪しいかもな。俺たちの侵入はまだ気づかれていないようだが、何かうまく言えんが、ここは妙な気配がするぞ。車の方は僕が見てきます。つぐみ、渡る、フォローをお願いします。ねえユイト、念のために聞くけど、記憶は、言葉は、頭痛は。今は大丈夫だよ。花火は心配性だな。言語障害まで起こしたのだ。心配して当然だろう。無理しないでね。ユイトは子供の頃から体が弱かったし。そういえばそんなことを言っていたな。ああ、うん。ほとんど病院で過ごしてた。5歳ぐらいでやっと退院が許可されて、それからは元気だけど。待った。ルカがヤバいもの見つけた。ヤバいものって何？あの輸送車が何を運んでいたのか分かりました。生首？嘘。これと同じものが輸送車いっぱいに収められていました。そんな、見間違いかと思ったのに。本当に一台はすでに積み荷が空になっていましたが、多分同じものが入っていたんだと思います。輸送車2台分の7首。どういうことだ。もう少し奥まで潜入してみよう。もしかしたら重ねたちもいるのかもしれない。わかった。どうしてこんなことしてるのか突き止めないとだもんね。
これ、キーがないと開かないゲートだよ。多分ガードタイプのキーかな。開かないな。潜入してみようとは言ったけど、そう簡単に通れるわけないか。ここの扉どれも通しできない。うん、お前たちは、手荒な真似をしてすまない。心配するな、気を失っただけだ。しばらくは目を覚まさないだろうがな。びっくりした。3人ともすごいね。ありがとう。俺動けなかったよ。とっさの判断ができるのはさすがだな。これもしかすると扉のカードキーかも。つぐみ、よく見つけてくれましたね。これで先に進めそうですよ。もうここは敵地なんだもんね。気を引き締めていかなきゃ。よし、この扉から先へ行ってみよう。軍人たるもの、常に出撃準備は整えているぞ。
ルカ頼む。それ。なんでカードキーが床に落ちてるんだろう。血みたいな色の汚れがついてるけど、確かに血の汚れですね。おそらく研究員が事故で怪異に襲われてといったところでしょう。やば、敵が珍しいものを落としたみたいだ。あっ、次だ。やっと、そら、せよ。どうぞユイタ。
通してくるとは。遠慮なく使ってくれ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。任せろ。弱点発見だな。いいぞ、敵は燃えてる。先も進めないけど、他のルート探す？それか、ここは強引に壊しちゃうとか？そんなことをしなくても、僕の超能力を使えば先に進めると思いますよ。近くに物資反応があるみたいですよ。この施設のデータは一切ないけど、昔この辺りには学術都市の開発計画があったらしい。美術館なんかも建設されてたみたいだから、そいつを利用してるのかもしれないな。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。俺がやる。やったか。今の一撃は見事でしたね。これ、キーがないと開かないゲートだよ。多分、カードタイプのキーかな。
ビの超能力を使うと良さそうだな。油がベタついて体が重い。攻撃が効いて狙えるぞ。お前だ。今の場所が弱点か。ダメ、このくらいで。任せろ。畳みかけるぞ。お前だ。
この設備は一体何かの製造ラインみたいだけど。なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか？どうした、つぐみ。顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部なんなんだこの場所は。この建物には怪異が閉じ込められていました。怪異の餌は人間の脳です。もしそうだとしたら、いや、そうだとしてもこの工場らしきところでは脳を加工しているように見える。怪異に与えるだけなら言いたくはないが、首ごと与えればいいのではないか。この匂い、どこから？確かにちょっと変な匂いするよね。ちょっと吸えたような、生臭いような。あのアンプルは。気持ち悪い。まさか嘘だろ。だってあれはスプリング製薬で。強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか、薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい、俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして。ここで行われてることを見ても何も感じないのか。カザレもみんなも何考えてるんだよ。頼む。やっ、来い。当たれ。警官がいる。フォローしないと。まだまだ。
コツを教えましょうか。まだ行きますよ。もっと力を。どのくらいで。熱っ。借りるよ、現場。それに任せろ。ありがとう。やっぱり頼りになるな。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それは僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪異の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳。一部は捕獲した怪異の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪異の食料にしているの。本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。
ユイト、また脳に負荷が。ユイト、ユイト、超能力を使った反動か。また頭痛が。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。超能力を使って脳に負担がかかると言語障害や記憶障害が出るようになって。もう大丈夫だ。痛みは収まった。しまった。お取り込み中のところ悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら、急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ。重ね、それでいいな。ええ。ユイト、任務はここまでです。撤退しましょう。そうだな、急いでここを離れよう。連隊長への報告は渡るがやってくれるって。そうか、ごめん。俺がやらなきゃいけないことなのに気分が。何言ってんの。いいんだよそんなの。みんなユイトの気持ちわかるもん。うん、ユイトの痛みとか苦しみとか完全に分かってないのかもだけど、でもきっと私だって同じ状況ならアンプルを飲んでたと思う。だからってユイトの嫌悪感をどうにかできるわけじゃないのも分かってるんだけど。うん、大丈夫。薬は科学的な処理がされているはずですから、タンパク質やアミノ酸のサプリのようなものです。苦しいかもしれませんが、そう思って割り切った方がいい。だよな。分かってるんだけど、なかなか割り切れなくて。辛いだろうが、吐き出そうとするのだけはやめた方がいい。え？知ってたのか？アジトの外で、その、見えちゃったから、ごめんなさい。そうだよな。ごめん。もう胃の中に残ってないのは分かってたんだけど、それでも、つい。いや、だが癖になるといけないからな。こらえてくれ。うん。それに、俺なんかより、怪異にされたナオミの方が、よっぽど辛いだろうと思うよ。怪異の姿になったことはもちろんだし、脳を、その、食べなきゃいけないんだとしたら、ナオミが今どこにいて、どうなっているのかわからないけど、ナオミのことを考えたら、俺はまだマシなんだ。ナオミがまだ頑張っているなら、俺も乗り越えられる。ユイトが乗り越えたなら、いつかナオミに再会できたとき、ユイトがナオミを支えてあげられますね。ああ、そうだよな。俺、しっかりしなきゃな。ただ、あのアンプルのことをニューヒムカが知らずに仕入れているのか、知ってて黙認しているのかが気になる。もし、すべて知っているなら、俺は自分の国を恨んでしまいそうだ。いや、多分、ニューヒムカは何もかも知ってるんじゃないかって思う。俺がただ
それを認めたくないだけなんだ、きっと。ユイト、ごめんね。え？花火は病院とは関係ないだろ、謝るなよ。うん、でも謝りたいし、病院のことちゃんと調べて何とかしたいって思ってる。ユイトも花火も辛いところですね。ルカンナ、カレンのことで苦しい立場だろう。つぐみだって見たくもないものを見せられている。皆それぞれ苦しいことがある。だが支え合っていけるはずだ、そうだろ？うん。みんな心配かけてごめん。あとありがとう。たまにはルカとも話したいな。なんて声かければいいのかわかんないけど、とにかく一人で抱え込むなよユイト。お前の荷物が重いときは俺にも背負わせてくれよ。そのためのチームなんだからな。ありがとう、バタレ。ユイト、最近体調の方はどうですか？ああ、おかげさまで元気だよ。心配してくれてありがとな。いえ、必要な時は十分休養をとってくださいね。体調管理も海抜群の仕事ですから。それじゃあ。ルカは今からまたトレーニングか？ええ、日課ですからね。ユイトも一緒にやりますか？健康維持のためにも適度な運動はいいものですよ。そうだな。じゃあ俺も一緒に行くよ。あ、せっかくだしルカにトレーニングのメニューを組んでもらおうかな。ええ、喜んで。ユイトの体格と戦い方に合ったベストな筋トレメニューをお約束しますよ。ああ、頼んだよ。疲れた。喉カラカラだ。ルカも水飲むか？はあ、いえ、それはユイトが飲んでください。僕にはこれがありますので。それなんだ？僕が配合した特製プロテインドリンクです。
運動後45分以内に飲むのが効くんですよ。プロテインか、飲んだことないな俺。美味しいのか？僕のはイチゴ味にしているので飲みやすいですよ。筋肉を増やすためにタンパク質の摂取は必須ですからね。ただ鍛えるだけじゃなくて栄養面まで気を配ってるのか、すごいなルカ。そんな驚くほどのことじゃありませんよ。トレーニング好きにとってはプロテインは常識です。いやそれだけじゃなくてさ、今のトレーニングもルカがやってたメニューはかなりハードだっただろ。ずいぶんストイックだなって思って。どうしてそんなに体を鍛えたがるんだ？そうですね、僕は体が小さいですから、周りと比べるとどうしても肉体的なハンデがある。だからその差をなるべく埋めるためにもできる限りのことはやっておきたいんですよ。体格の差か。でもそんなに関係あるのかな。実戦でルカにかなうような隊員なんてほぼいないだろ。なんたってセプテントリオンの一員だし、超能力を駆使した戦いならトップクラスの強さじゃないか。超能力ばかりに頼っていたくないんです。え、なんでだ。すごい超能力があるんだからどんどん頼っちゃっていい気がするけど。言い方を変えましょう。能力は生まれ持ったものですから簡単には変えることはできません。でも筋肉は違います。努力すれば舌だけ強くなる。徐々に、しかし確実に。すごいと思いませんか？え、そう言われると確かに結構すごいような気がしてきたかな。そうでしょう。ユイトもだんだん分かってきましたね。それに僕の前にはいつもあの兄がいます。どれだけ高い目標を掲げてもなかなか追いつける相手じゃありませんから、それだけ熱が入るんです。なるほどな、そこはよくわかるよ。そう言ってもらえて嬉しいです。せっかくですから特別に僕の秘密を教えてあげましょうか。秘密？ちょっとこれを持ってみてください。これいつもルカが背負ってるリュックじゃ、重っ！なんだこれ。体を鍛えるために常日頃からいろいろと工夫してるんです。服の内側にも重りを仕込んであるんですよ。工夫っていうか、これはもう苦行の域なんじゃ。いや、でもこの過剰なまでのこだわりがルカの強さの秘訣なのかもしれないな。よし、ルカ、その服の重り、俺もつけさせてもらってもいいか？もちろん、取り外し可能な特注品ですからね。ここをこうして。はい、どうぞ。よし、これで歩いてみると、ちょっと危な。ちょっと動いただけで体が相当ブレるな。重量はそれほどではないんですが、体幹を使うので慣れるまでは大変でしょうね。よければそのまましばらく貸してあげますよ。その間に僕はもうワンセット行ってきますね。え？まだやるのか？はい、まだまだ折り返しです。ユイトは疲れたら休憩していてくださいね。さすがセプテントリオンだな、普段からこんな重りをつけてるなんて。でもなんだろう、あのトレーニングしてる姿、ちょっと必死な感じに見えるんだよな。なんか無理してるような。ルカは本当にあれで大丈夫なのか？ユイトは頑張っていますね。
そうかな。ありがとう。ユイトは素直で一生懸命でまっすぐで、ちょっと嫉妬してしまいますね。僕はユイトのようにはなれない。なる必要もないのでしょうが、だからこそあなたを好ましいと思います。ユイトのことがもっと知りたくなりました。実は俺も同じことを考えてたんだ。俺たちまだまだ仲良くなれるよな。ありがとね。たまにはつぐみに話しかけてみるか。いいのか。この間植え替えした花が咲きそうなの。もし咲いたらユイトに見せたい。楽しみにしてるよ。つぐみは植物を育てるのがうまいな。ユイトは私人を育てるのが上手。え、そうかな。なんか照れるよ。
私あるの。ん？どうしたんだつぐみ。あの花のことやっと分かったかもしれない。これ見てみて。あ、この花。雪白静かそうって言って、山の上とか高い場所で咲く珍しい花。ユイトが見たのこれ。ああ、これだよ、この花だ。すごいなつぐみ、あれだけの情報からちゃんと見つけ出すなんて。スボウの気候とこの花の生息環境が一致しなくて、見つけるのに少し時間かかっちゃったけど。って、つまりどういうことだ。寒い鉱山で咲く花だから、ユイトの家みたいに地上の環境だと気温が高すぎて育てるのが難しいの。そっか、だからうちの庭じゃすぐに枯れちゃったんだな。ううん、ちゃんと花を咲かせただけですごい。私も自分で育ててみたい。でも何か問題あるのか。あ、珍しい花だってさっき言ってたっけ。そう、種も苗も普通の手段じゃ手に入らないみたい。データにも自生地が書かれてなくて、自分で採集するにもどこを探せばいいか情報が何もない。八方塞がり。なるほど。俺んちの庭にあったってことはニューヒムカのどこかには咲いてるはずなんだよな。私この花探してみたい。実はさ、俺もつぐみに任せっきりじゃ悪いと思ってちょっと調べようとしたんだけど、この花を植えてくれた庭師さんもう亡くなってて、どこで手に入れたのかとか結局わからなかったんだ。悲しい。きっと腕のいい人だったのに。そうだな、そんな珍しい花をうちの庭でわざわざ咲かせてくれたんだもんな。俺なんでこの花が記憶に残ってたか思い出したよ。お袋が死んだ後、俺ずっと寂しくてさ、その庭師のおじいさんが落ち込んでる俺のためにお袋が好きだったっていう花を植えてくれたんだ。そうだったんだ。だから少なくとも花の名前が分かってよかったよ。ありがとなつぐみ。でもまだユイトに本物の花見せられてない。悔しい。俺は十分嬉しいよ。つぐみが頑張って調べてくれたおかげで花の画像はいつでも見られるようになったし。私もっと調べてみる。ユイトもどうせなら本物が見たいでしょ。え、いや、まあ見られるなら見たいけど、そんなに無理してまでは。私絶対見つけるって言ったから、だから諦めたくない。わかった、じゃあ頼むよ。俺も何か手伝えることがあったら手伝うから。うん。さっきのつぐみすごい勢いだったな。意外と頑固なところがあるよなつぐみって。でもああいう顔を見せてくれるってことは、それだけ心を開いてくれてるってことだよな。そう思うとちょっと嬉しいかも。
来てくれてありがとう、ユイト。ごめんなさいね、水波川でのこと。別に謝らなくていいって。お互い理由があって戦ったんだし、そこは恨みっこなしだろ。そう言ってもらえるとありがたいわ。本当は少しでも手加減したかったのだけど、あなたが予想以上に強かったから本気で戦わざるを得なかったのよ。怪我しなかったかしら？そんなに心配いらないって。怪我はなかったし、もし怪我しても俺自分で応急処置できるしさ。まあさすがね。昔から自分の力で何でもやれるようにと思っていろいろ勉強してたから。そうなのね。そういえばあなたは子供の頃からしっかりした子だったものね。ん？子供の頃からって、なんで京香が俺の子供の頃のことを知ってるんだ？あ、それはその、想像したのよ。きっとそうだったんでしょうねって。なんだ？急に慌てて。怪しいな。でもまあ、心配してくれてるのに変に疑うのも悪いか。とにかく何度も言うけど、俺は全然元気だし、自分の世話もできるから大丈夫だよ。分かったわ、心配性でごめんなさい。あと最後に一つだけ約束してほしいの。トゲツにはなるべく近づかないって。トゲツ？どうして俺にそんなことを？理由は言えないけれど、あそこに行けばあなたに危険なことが起きるかもしれないの。理由もわからないのに約束はできないよ。そう、もっともね、何もできない自分が歯がゆいわ。京香が何を隠してて俺に何を伝えようとしてるのかよくわからないけどさ、でも俺のことを心配してくれてるのは理解できた。だから気遣ってくれてありがとう。ユイト、気をつけてね。ああ、今日かもな。それで戦闘補助プログラムのテストをするって話だけど。ああ、ぜひユイトに試してほしくてね。大丈夫なのかそれ？それを確かめるためにテストするんだろ。さあ、時間は有限だ、早速始めようか。ではインストールするよ。よし、インストール終了だ。ではユイト、超能力を使ってみてくれ。超能力？じゃあこのコップを浮かせ。
なんだこれ、視界にノイズが。落ち着きたまえ。意識的に超能力を使わなければすぐに戻る。あ、本当だ、びっくりした。よし、成功だ。嵐、このプログラムは何なんだ。超能力を感知すると主に視覚に作用し、超能力を使う意欲を削ぐもの。名付けて強制お休みプログラムだ。なんだそれ、どうしてこんな意味のないプログラム作ったんだよ。意味ならあるさ。このプログラムを基礎に様々な条件を付与できれば、過剰な労働を抑制することも可能になる。海抜群のように超能力が必須な職種であればなおさら効果的だ。何しろ働けないんだからね。つまりこのプログラムを言い訳にして存分に休めという私なりの気遣いだよ。これ相当ヤバいプログラムじゃないか。とにかく今の君は戦うことができないんだ。つまり休暇だよ。そう、このひとときを満喫するといい。まあ確かに疲れは溜まってるし。ひとまず何か注文したらどうだい。好きなものでも食べてぼーっとするのも悪くないだろう。そうだな。じゃあ、はあ、ゆっくり休むかと言っても問題は山積みだし、こんな時ナギが一緒だったらきっと、はあ、さっきからため息が多いね、ユイト。私と一緒にいるのはそんなに退屈かな。ごめん、そういうつもりじゃないんだ。でもいろいろありすぎて気が休まらなくて。こういうのってどう解消すればいいんだろう。簡単だよ。心のままに力を抜けばいい。例えばほら、こうしてぐだっとするんだ。あー、落ち着く。君もやってみたまえ。すごい格好だな。今の嵐の姿、入隊前の俺に見せてやりたいよ。それはどういう意味かな。俺が入隊する前はマスコミに出てる嵐しか知らなかったからさ。愛想が良くてハキハキしてて。あれは表向きのオン状態だからさ。今のがオフの私だよ。そういう切り替えができないまま常に気を張ってるといつかぽっきり折れてしまう。私は折れないために最大限までオフの時間を確保しようとしてるのさ。君もそうすべきだと思うがね。心配してくれてありがとう。でも俺やっぱりそういうのは。なるほど、私の押し付けだったか。これは失敬だが参考になったよ。あれ、もしかしてプログラムがアンインストールされた。今後はもう少しマイルドなやり方で助言するとしよう。今日のところは引き下がるよ。折れないようにか。嵐のような生き方もあるんだな。だけどあのプログラムはちょっとやりすぎだよな。
市民の平和な生活を守るのが我々海抜軍の務めだ。時間に余裕があれば彼らの依頼を受けるといい。市民の不安を取り除くために依頼を受けてあげることも時には必要じゃないでしょうか。
カレーネン隊長って普段はどんな人なの？あんなに厳しい人だと恋人とかは想像できないよね。前に好きな人がいたことくらいはあったと思いますが。そういえば私前に声かけてもらったことあるよ。その時は意外と優しいなって思ったけど。兄さんが花火に挨拶を。そうですか。Done!
せろ。やったか。次だ。力が溢れてくる。これってかなりレアものじゃないか。喜んで。
次。次だ。どりゃ。
ふわってなるの好き。
俺にできないことなんてないんだ。ああ、力が溢れてく。